皆さんこんにちは、こんばんは。今回もセボンスターを開封していきます。前回はですね、このなんとまあ欲しかったんですけど狙ってはいなかったレインボー宝石が出たので、すごい嬉しかったです。これすごいんですよ、ほらね、すごいレインボー、レインボーすごいね、すごいしか言いようが、いやびっくりした。ということで今回はですね、このハートイチゴの色違いを狙って開けていくっていうのと、あとこれうさぎちゃんがまだ出てないのでこれも欲しいです。前回はなんだっけ、まんまる猫が、猫、あ、これが出ました。これがね出たので、これも色違いが欲しいです。なので、では、まあ、あとね他も、オーロラタイプの、クリームプリンだっけな、クリームプリンとかも、これとか出てないから、出てないの欲しいです。主にメッキを狙っていきます。ツインプラタイプはいらないです。結構今回ね出たので開けていきます。ツインプラはね、なんか今回はもう開封した半分近く出てると思う。じゃあまず一つ目はシルバーの、うわ、まんまる猫。これはね前に出たやつだ。あ、前に出してるわ。これかぶっちゃったな。これ前回はこのシルバーの方が出たんですけど、このシルバーとねブルーのライトブルーっていうのがちょっと若干違う。よく見ると分かるんだけど、こっちが水色っぽいよね。というわけでちょっと分かりづらいです。かぶっちゃいました。はい、じゃあ2つ目、色違いが出てくれるといいなぁ、せめてね。じゃあ2つ目、あ、やったー、欲しかった。うさぎ、これはなんていうんだ、うさぎハートのピンクのメッキが出ました。いやメッキはねピンクが好きだから嬉しい。かわいい、ここにねハートがくっついてるのがかわいい。いやまずゲット。いや今回もいいかな、調子がいいんじゃないのかな。じゃあ次3つ目はじゃーん、あ、これも持ってない、やった。これねオーロラタイプのロールケーキ、オレンジが横を言うとピンクのオーロラタイプが欲しかったかな。ロールケーキ、あ、ハートが書いてある。はい、おお、今回も調子がいいです。それでは4つ目、あ、一番欲しいのハートイチゴ。ハートイチゴの色違いが今回出てくれたら前回に続き運がいいんですが、じゃあ4つ目はまたシルバーだ。シルバーのじゃん、あー、これかぶっちゃった。これね、ん、これちょっと、これが今まで出たやつ、ん、あ、持ってない方かもしれない。あれ、これ水色だ、あ、水色だ、やった、あ、3色揃った。今このリボンのドロップリボンっていうのがピンクのメッキと、ライトブルーと今出たのがシルバーです。なので3色揃った。でもメッキタイプってあとゴールドとパープルがあるみたいだからちょっともう大変だね。3色揃っただけでもいいな。じゃあ最後ハートイチゴ出ないかな。最後はまたシルバー、あれこれはあツインプラタイプ、まあでもまあよかったかな。これ
これかぶるかな。あ、持ってないかも。ん？違う。あ、前回出た。前回出たけど、あ、そう、これ前回のこれ入れようかなと思ったんだけど、オーロラタイプ、このまま入れようか、このままにしようか、ちょっと悩んでて、他のも一緒に入れてないっていうね。いや、でも色違いだから、まあいいか。というわけで、今回は、これか。まあ、良かったんじゃないかな。かぶってはないか。ん？これは、あ、これかぶったんだ。これ一個かぶっちゃったけど、まあね、猫ちゃんがかぶる分にはいいかな。で、今回は、新しく出たのが、このうさぎ、うさぎハートと、オーロラのロールケーキをゲットしました。あとは、この、形はかぶっちゃったけど、色違い。で、今回は4つも新しいものがゲットできてよかったです。あ、結構ね、買って、集まったので、まあ、ハートイチゴはちょっともういいかな。もうだいぶ色違いで綺麗に揃ってきたし、セボンスターって、もうすっごい種類が、色違いとか合わせるとめちゃくちゃ種類があるので、集めるの大変なんですよね。なので、コレクターさんはすごい大変なんだろうなと思って、カートンとかで買わないと、カートンでも、なんかね、全部揃わないとか聞くので、いや、大変なんだろうなと思います。私はそんな、そこまでのコレクターじゃないので、今回は、ここまでにしようかな。ということで、じゃあ次はセボンスターの次の、新しいのが出たら買おうかなと思います。それでは今回はセボンスターの5個開封動画でした。また見てねー。